は、正一郎です。息子です。<laughs> 息子のモチーフにした、あのー、これは。福賀術人形なんですけど。今日、ちょっと。心細いので、一緒に来てもらいました。遡ると。やはり。なんか、初めての美術の出会いは。 私は岡山県の倉敷市の出身なので、あの大原美術館に行った。そしてなんかあ、なんか西洋画に憧れて、そしてあの油絵科を進学する時のなんか、その決め手になったのが、その西洋画への憧れから来てるんじゃないかなと思います。私はあの西洋画も好きなんですけど、まあ,あの漫画も大好きなんですね。そしてなんか？ 私も20年以上自画像を一貫して描いているんですけど全くつまずかなかったわけではなくてふとあの自分は何でこんなに自画像を描いてるんだろうと思った時に自分のルーツを振り返ってそのよくよくよく考えるとその私の好きな「エル・グレコ」 でしたり、あのルーベンスみたいなあの作品って1枚の絵の絵中でで同時多発的にいろんんなこことが起こってるんです。それがあの私の大好きな「ベルサイユのバラ」でしたり「あのキャンディーキャンディー」とかの,あの扉絵がすごく構図が酷似していることに気づいてあなんか私の影響ってここから来てたんだなっていうのをこう再認識したっていうこととかもあの。 そうですねなんかきっかけでしたね。私があの自画像の大きな作品を描いたのはまさにこの作品が初めての作品であのこの作品は私が立川美術学院という予備校にあの通っている時にその予備校にもかかわらずあのお祭りをしていたのであの秋にその自分の作品を展示する。 なのであの初めてあの対策にこう挑んだ時に何が描けるかなと思った時になんか人物だと誰かモデルを雇わないといけないあの生物画だとだんだん腐ってしまうじゃあいつでも描けてどんな顔でも怒らない私の顔を描いてみようって思ったのがあの最初のきっかけです。 まだ18もそこそここで、そのアートとは何ぞやとあの自分自身でもこう分かっていない時だったんですけどとにかく絵を描くことが好きでそうだタイムスリップしちゃおうかなって <laughs> なんか絵の中だと自由になれる気がしたんですよね。なんかあの受験 とかってどうしても抑圧されてる感じがしていて自分の表現っていうのが抑えられているような気がしていたのでテクニックは完全に受験のテクニックなんですけどなんか自分の世界が作れるものはないかと思って書いたのがこの作品ですあの今もあの昔もあまりメソッドは変わっていなくて鏡も見てるんですけど そうですね鏡やら写真やらあの白目のの時はあの見えないいいでで写真で描いています私の作品の,あの着想の奥はあの日常の,あのちょっとした面白さから生まれていてあのこの作品も本当にふわっとあのなんかこの絵巻物から顔がなんか何でしょう入道みたいに出てきたら面白いんじゃないかっていう本当にあの些細なところから始まっていたり。 あとその歯にあのりがついた時にピアノの鍵盤に見えたっていうあのたった一つのそういうなんか出来事からあの展開する絵もありますし私はあの変顔の作品もあの特にあの何でしょう初期の作品は描いてるんですけどそれもあの自分が自画像の何でしょうその受験用の絵を描くためになんか撮り写真を撮りためていたんですね。 その写真の中にたまたま変な顔があったので隠したんですけど偶然予備校の先生がそれを見つけて「おい松井がこんな写真を撮ってたぞ」ってこうみんなに見せたんですねいろんなバックグラウンドの人たちが集まっているところだったんですけどそういう違うバックグラウンドを持つ人が私の顔でドッと笑ったんですね。でそのの笑ってるっててるうのが 私こんな作品が描いてみたいって思ってしまったきっかけでなんかそんなあの何気ないなんかたった一つの成功体験で私はあの今も自画像を描き続けていますこの作品とかの場合はその絵巻物から出てこようとかあのでこういう顔に。 なんかいつも私があの笑った時にここにしわができるのであのこの絵をこのしわを描いてみたいって思って描いた作品だったりその顔から着想する作品もありますしなんか先行してなんでしょうなんか出来事があってそこに合わせて顔を描くっていうこともありますし結構臨機応変に顔は描いています。あとその顔が 変わっていくってこともあるんですね。あのだんだん描いてると目を閉じてしまったとか。あの最初は空いてたりするんですよ。その絵の中で一番いい表情っていうのを探るようにして描いています。あれもあの私には子供の頃からウーパールーパーに似ていると言われていたので。ある種の。 なんか違ううベクトルの自画像といいい形で書いていますあの最近はその、ままあ、ウーパールーパーが私にとってその分身のような存在で自画像っていう気持ちで描いたんですけどあのそのウーパールーパーも14歳で亡くなってしまってだんだんとその描くのが辛くなってきてしまったんですね。 そのの時にちちょうどうど息子が生まれまれして私はあの自画像をよく書いてるので絶対に松井恵里奈は子供が生まれたら子供を書くぞとあの <laughs> 言われていたんですけど絶対に書かないと思ってたんですけど <laughs> あのなんかいざ生まれてしまうと子供が生ま,れて生まれる前と生まれてから1か月で合計2か月初めて 私はこの絵からある意味走り続けて2か月筆を握らなかったことってなかったんですけど初めて筆をなんかその置かざるを得なかったっていう時になんか猛烈に描きたくなってしまって実家の里帰り出産だったんですけどあの玄関で気が付いたら息子を描いて油絵の具臭いのであのすぐ換気できるところじゃないと描いちゃダメって言われてね。 <laughs> なのであの自分が思っている以上に私は絵を描くことのホリックになってしまってるんだなと思っています。まあ一番顕著なのは髪の毛の量が減ったっていう <laughs> あのー。 あったり、まあ、それがあのモチーフになったなんかあの絵もあるんですね。あの古くなった大根の,その茎がぼろりと落ちる様子がすごく自分に似てると思いその大根を自画像に見立てた絵を描いてみたりですとかあの私もあのこんなに一貫してあの自画像を描き続けれるとはあの本当に奥深いモチーフなのでなんか 書いてて飽きないものはないなと思って今も書いていますあんまりにも自分の顔を描きすぎていて人の顔が認識できなくなってきてますねなんでしょう自分の顔のバリエーションを自分の頭の中にストックしすぎてしまってもうメモリがない状態になってしまってるっていう感じですかね まあ実感がこう流れてなんかこう大きく変わったのって私があのカメラじゃなくてスマホでも写真を撮るようになったとことなんですよね。なのでスマホの中で政権交代が最近あってグーグルフォトが完全にあの写真が多い人をその自分だと思うようになるんですよね。あの あのうちの息子の顔をエリナ松井として認識するようになってしまってそのようになんかその私はだんだん自分の記憶があいまいにな,る時な,なってくる時に Google ググフォトとかもあのすごく活用しながらこの人が吉川先生この人が諏訪先生みたいな感じでこう覚えるようにしているんですけどとににかく最近は機械頼みにもなっていますあとその子どもが自撮りをするようになってきて。 赤ちゃんの時は完全に分身のイメージだったんですけどだんだん自我が生まれてだんだん,あのなんでしょう好き嫌いあの僕はこれが来た,い来たくないとか生まれてきてあ彼は個人なんだとこう認識できるようになんかお互いになってくるとまたなんか絵が変わってくるんじゃないかなと今あの息子との関わりのシリーズも書いてるんですけど。 あの少しずつ多分そこの,なんかその役割も変わってくるんじゃないかなと、まあ、あとはあれですよね肖像権の問題になってくるので <laughs> あの息子に「あのもう描かないで」って言われたらそこで息子を描くのはやめようかなと思っています。<laughs> まさにそういうい自分が 自分と息子の境界が曖昧になっているっていう作品だったんですけど、まあ、男の子ってあのなんでしょう特にその母親とのなんでしょう息子とソフトクリームを食べてる時のあのシーンなんですけどあの,あの時はあれだな「あのマザーズ・ブレイン」っていうのがテーマで「あの産後ボケ」っていうのがテーマの作品なんですね。あの産後を あの私は母性に支配されて自分自身を見失っているっていうあの作品でソフトクリームを息子が食べてるんですけどだんだんあの溶けてくるんですねペースが遅いのでそのなんかその溶けてしまうソフトクリームをなんかあ溶ける息子にかかるそれは良くないと思ってたら気が付いたら息子とソフトクリームをこう。 舐め合合っっっててて奪い合ってるっているうあのそういう状況をあの書いた作品なんですけどあの多分なんですよ子育てをしてる人あるあるだと思うんですけどなんか自分が考えるよりも行動が先にこう動いてしまってあの自分がなんか見えない何かに支配されてるっていうなんかその瞬間っていうのをこう感じることがあるっていうのを なんでしょう、切り取ってみたいと思って書いた作品なんです。なんでしょう、その私はあの散々、なんか枠から外れた生活をしてきて。破天荒な生活、生活をしてきたりしていたんですけど。あの、まあ、子供が生まれたことによって、まあ、保育園に入れたり、その、なんでしょう。 あの検診とか行くことによってある種の,その一般的な社会との接点が生まれたときにあの不意に息子の目線が合わないから、あのー、なんでしょう発達障害のおれがあるからに、あのー、に行っっっててくださいって言われるようになったんですねでそういう時にあのすごく初めて息子がその普通の子の枠から外れたっていう。 瞬間を見てしまって、あの自分のことであれば。普通のか普通から外れたイエーイぐらいに思えるんですけど。大変だ、早く戻してあげないとって思ってしまって。あの私はすごくその枠に戻ることにこだわってしまったんですね。あのそういう時になんかあの。自分がなんか本当に見たかったこととなんですよ。本当に。 この子まあ子供を育っている上でなんか大切にしたかったことを見失っていることに気づいてあのなとんでのでその私はまあこれまでなんか歯にのりがついてて楽しかったとか絵巻物の中に入っていて楽しかったっていうなんかまあどちらかというとまあ喜怒哀楽の本当に「喜」とか「楽」とかをテーマに書いたんですけどその「 まあ社会の接点がまあ生まれたことによってなんかそのまあもちろん,なんかどうとか,なんか愛とかいうのも生まれてきたんですけど絵の中ではなんかポジティブに捉えるようにしたいと思っていてあので同じようなあの経験をした人やなんか同じようなことを後でなんで経験するであろう人たちに自分はこの時こう思ったっていうなんかことをこう絵に込めて。 なんか幅広い世代の人たちに、なんか見てもらいたいなと、今は思っています。その、私って、どうしても、絵を描きすぎてしまうんです。あの、絵描くのが、やっぱり好きなので。描いてる、プロセスを、その、インスタグラムに載せることを、最近始めたんですけど。途中の方が、いいって言われる方も、すごく、多くて。 なんかその見極めが難しいんですけど、あのそういった作品も作ってみたいなと思っています。そういうなんか、その絵画を作る過程、なんかその顔が顔になっていく。過程とか、なんかそういうことも、あの作品としてまあ、自画像の可能性を広げていきたいなと思っています。でも、息子とのやっぱりそのなんでしょう。まあ、出会いがすごく大きかったっていうのもあるんですけど、なんか？ 息子との関わりを書いてる中で一番その自分があの関わるようになった社会を書くようになっていてその社会っていうのがその私と息子にまつわる社会なんですよねなんかそれまでは本当に自分のある,ある種小宇宙を描いている自分が心に思ったこととかを書いたんですけど他者がこうなんか介入することによって世界がまあ,ある種広がったような感じがしていて。 多分、その発展系の作品はこれからも書くと思います。それまでのそのある意味単焦点だった。なんかそのカメラがこうなんか、一気にこうカメラの数が増えたというか、なんか自分の視点があの増えたっていう感じで、これからもいろんな出会いがあると思うんです。あの、そういった出会いから、また作品っていうのはきっと生まれてくるので、あの1つ一つ一期一会をあの大切にしていきたいなと思っています。 あ,あ、書きませんでしたね。なんかそのなんとなくマスクを描くとネガティブな印象になってしまういそうな気がしていて、まあ,ある種、これが私のマスクの自画像ですよね。なんかあのマスクをしていることがなんか逆手にとってなんかプラスに取れたっていうか。なんかそういうイメージのなんか？コロナ禍の自画像は彼です <laughs>。っていうようなあの。 感じでしょうか僕はコロナで生まれたので <laughs> マスクをしてるときはお母さん、上手だねって言われてたんですけどマスクがなくなると一気にあんまり上手じゃないね、松井さんと言われるようにな,なりました <laughs>。